クジャク団スタイルでいきましょい。どうも、クジャク団です。ってことで今日はね、有名人10人見つけるまで帰れまーてん。ということで、東京の一番中枢にあるでかい公園といえば代々木公園。代々木公園に来ればいっぱい芸能人有名人がいるということで、早速探していきたいです。龍流行ってるんで、これほんまにほんまに流行ってるやつやん。龍どうやんだったっけな、龍か流行ってるやつやん。何やろあいつは。らだいたいそっこいるやん。え、犬連れてる人近づく。ほんまっすか。バレんだよ、バレたらもう怒られるでしょ、はい、一応プライベートやん。こっちじゃん。違う。どっち？これだ。ギリ。ああ。一瞬だ。こっちじゃんって言った時に。もう一人目発見する。そこもほら、いや、ね、有名人。そうなの。めちゃくちゃ有名よ。え？めちゃくちゃ有名、あの坂立ち。こんなとこで坂立ちする。ほら。川かかい。うわ、こんなとこで会えんねんね。すごい。おお、有名。いた。どの人ですか。え、ちなみにめちゃめちゃ有名やね、お前。どの人がさ、ほんまに。いや、それは分かったんですけど、めちゃくちゃ有名。いや、どれが、ほんまに全員よ。近づいていいよ、ね、バイデン氏が 48.0%有名な人多いね。まあ入れる。おい。もう結構見つけてるよ。え？もう知らんの？なんすか？この人？富士田がどっち？どれ小さいけど。いや顔がわかんないっすよ。すいません。うまいこと撮ってる。うまいやん。有名。どういうこと。めちゃくちゃ有名、今の人。この人も有名やし。有名。有名。この二人も、前の二人も。
の2人。うん？なんか見たことない。前の方何やねん。もう俺帰りたい。どうした？財布ない。え？財布がない。財布ない。うん。じゃあさっきヤバい言うたやん。さっきんとこ。いや俺取ってないよ。じゃあさっきんとこ取ってへんか見てんけどなかったよ。いや俺取ってない。俺知らんって。俺ほんまに。そんなん友達の財布やの。いやええわ。え？お前見てない？俺ほんま知らん。そんなん俺マジでやめてほしい。ほんまにそんなん大っ嫌い疑われたり。そんな人にそういうこと絶対せえへん。俺友達のには。絶対ない。これお前のジャケットや。これは俺のジャケット、マジで俺のジャケットや。おう。なんだいの。チャンネル登録よろしくね。